ただいまご紹介いただきました国際交流推進機構長の森でございます。よろしくお願いします。ちょっと私の方の思い違いでパワーポイントが入っておりません。ちょっと漫談風になってしまうかもしれませんが、お話を申し上げたいと思います。お手元の資料の中に、1枚紙が入っておりまして、この京都大学の国際戦略、これが今日の一番のテーマなんですけれども、私5つほどお話をしておきたいと思います。1つは国際交流推進機構の、とは何かということ、それから2番目といたしまして、皆様それぞれの研究科、あるいは学部研究所センター行かれますとですね、身の回りに外国人のですね、研究者の方とか留学生の方がおられます。いろいろな問題がどうしても生じるんですね。でそういった時にどうしたらいいかということがございますし、どうやって情報を取るかということがございますので、その辺を2番目にお話したいと思います。3番目が国際戦略です。そして、4番目に先ほど北野先生も国際高等教育院の話されましたけれども、私どもどんな形でですね、国際戦略の中にもらえてますけれども、若い学生さんの教育を考えてきたということをお話したいと思います。でまず第一でございますけど、私がいる国際交流推進機構というのは何か。本学にはですね、いくつかの機構と称するものがあります。例えば環境安全機構とかですね、都市環境機構とか、いろんなことがございます。それは要するに大学全体に横串を入れてですね、大学全体の、コーディネートしながら業務展開を図っていくという、出ました、どうもありがとうございます、いうことでございます。それで、これが国際交流推進機構です。私どもの総長の下にですね、担当している理事の三島先生という方がおられまして、私は機構長で、左側に国際交流センターというのがございまして、ここはですね、皆様のところへ来られた留学生の方等への日本語、日本文化教育、あるいはアドバイジング、精神科の先生が一人おられまして、やっぱりこれだけ今 全学で1800人の留学生の方おられるんですけど、やっぱり調子が悪くなる方もおられます。でそういう方々のアドバイスに当たっています。もちろん全学を一人二人の人間でできるわけはないので、各部局と協力をしながらやらせていただきます。国際企画連携部門というのは右側にありまして、ここは大学全体の外交的なこと、例えば大学間の学術交流協定をどうするとかですね、それから海外からの留学生募集について、どのような部局の支援ができるかといったようなことをやっております。全部で13、4人の小さな組織です。しかし国際交流については大事な仕事を担っているというふうに。さて、それでですね、皆様今日は全部に お配りできてませんけれども、こういう2冊のハンドブックがございます。1つが留学生ハンドブック、それから京都大学の外国研究者ハンドブックというものですね。で、さまざまな情報がもらえています。例えば皆様のご友人の研究者が日本へ来たい、どういうことが必要か、このピンク色のブックレットの方にいろんなことが盛り込まれてますし、留学生が来たいと、この左の方を見せてみていただくと、日中へ両学校で出ております。例えば寮はどうなんだろうか、本学は現在約400室の寮を確保しています。しかし全体で1800人ぐらいの学生がおりますので、なかなか全部に当てはめるわけにはいきません。例えば半年ぐらい限度にですね、民間アパートに移っていただくというような必要も出てきたりしますね。それから英語のコースはどうか、本学はグローバルサーティという国家プロジェクトに参加いたしまして、現在12の英語コースを提供しております。英語だけで卒業できることを条件とするコースですね。それから短期の学生を呼び寄せたいけどどうしたらいいか、こういった情報は
こういったブックレットにも出ております。教材のホームページあるいは機構のホームページにも出ています。ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。留学生については、先ほど申しました1800人の学生がいますと、とても全ての学生を我々のところで見るわけにはいきませんので、部局の例えば教務の部門あるいは留学生課が協力してですね、お世話をしているということです。だから就職については国際交流サービスオフィスというのが、吉田美南の方に最近新しくできましたので、そちらで、一括してサービスをしていただいてさせていただいています。留学生は大体セメスター単位、それから研究者は1ヶ月単位ぐらいでですね、勉強は可能です。値段も最近はこう高いものは研究者で1ヶ月10万円ぐらいの非常に、素晴らしい宿舎ができましたし、逆に1万円ぐらいのところもあるということであります。今日はとても全部はご説明できないのでよろしくお願いします。で、さてこれが国際戦略です。字が小さいのでお手元にもあります。ざっと見ていただいて、これは今年の7月にですね、本学全体として今後2020年ちょうどオリンピックの年ですが、オリンピックまでにダブルバイ2020ということにしました。ダブルバイ2020、いろいろな国際指標をですね、従来の倍にしようという、具体的な数値目標をですね持ったものであります。それで、研究教育それから その地球全体、地球社会全体のですね、社会貢献というものを定めております。で、研究については国際競争力のある大学になるということが大きな。そのためには国際共同研究を推進していこう。若手研究者の海外派遣を促進しようで、いうことがあります。下の方にジョン・マンという言葉が出てきますが、これについてはちょっともう少し後でご説明しましょう。で、本学を訪れる研究者、大体年間に3000人の方が来られてですね、でこれを年間6000人ぐらいぜひ来ていただけるような環境にしていこうと。それから外国人教員の今本学での雇用されている外国人の方240人おります。教員としてですね、この方々の数を500人まで広げていこうということであります。そして、国際的なキャンパスを作りたいということであります。で、教育について参りますと、これは日本人の方ですけれども、やっぱり学生の海外派遣をぜひ増やしたいということであります。中長期、ワンセメスターですね、1年ぐらいの留学、例えば交換留学というのがありますけれども、海外の大学に送る、海外の大学から受け取る、そういった学生さんの数をですね、今の倍、600人ぐらいには増やしたい。それから短期留学、いわゆる1ヶ月とか3週間とか、フィールドワークとかいろいろありますが、我々が補足しているのは大体544人、これも倍にしようということであります。ただ学生英語能力を強化する、あるいは留学生、こちらの数をやはり、現在1800から1900人ぐらい、これは短期のここで研究する学生も含めて2000人ぐらいをやります。これを4000人にしていきたいと。それから先ほどちょっと、国際高等教育の話が出ましたが、全学共通科目、専門科目の英語による講義をですね、現状は 5% です。それを 30% まで増やしていきたいといったようなことを考えております。こういったことで、キャンパスをですね、外国人の方を大いに来ていただいて、やはりいろいろなカルチャー、いろいろな考え方の方を取り入れる。逆に日本人も海外に出してですね、より国際的なキャンパスにしていきたいというふうに考えています。で、重点施策というのは当面取り組んでいくことですが、学生教員職員の国際化の推進、ジョン・マンプログラムの発展を重視しています。ご存知の通り、ジョン・マンはジョン万次郎と
という、まあ、明治の江戸の終わりにですね、アメリカへ、難破して助けられてですね、大変日本の貢献に尽くしたという方ですが、まあ、そういう海外にもうしばらく難破ではなくて行っていただいて、まあ、また帰ってきていただくということで、学生については奨学金を用意し、教員についてはなかなか若い教員の方は最近は海外に出れないので、例えば海外に出る間は代わりの教員の方の人件費を例えば手当てするとか、職員については、これはワシントン DC へのとはじめですね、海外のいろんな場所に、実際に職員を派遣しております。これをまた増やしていこうということでやっています。それから大事なことなんですが、世界 大学ランキングというものを、これをぜひ、考えていきたい。まあ、ランキングは何かということはここで今日お話しできませんが、後ほどちょっとお話ししましょう。それから外国人の泊まれる宿舎、これは学生の研究者も含めてですが、これも倍増していきたいという気分を持っております。まあ、そのようなことで、国際戦略を進める、ぜひこのキャンパスをですね、より国際的なものにして、国際競争力のある、想像力のある、そして情報発信力のある大学にしたいということです。そして、これは国際交流推進機構の、まあ、さらに上の組織としてですね、国際戦略委員会というのを担当の理事の方々、これは 5人ぐらいの理事の方と、それから学部代表、研究課長代表ですね、の方々等が参加して作っておりまして、この大学をどう国際化するかということを議論しております。これから皆さんの方にですね、いろいろとお願いに上がることが多くなってくると思います。それはやっぱり世界ランキングということです。もういろいろ新聞市場でも言われているし、アカデミックな仕事をされているとすれば、まあ、すでに聞かれていると思いますけれども、これは日本の大学のですね、ランキング、世界ランキングですね、例えば QS、 それからタイムズハイヤーエデュケーションといったようなランキングが、ございます。で、残念ながら日本の大学、これ矢印下がったり上がったりしていますが、大体継続的に下がっています。これは東大ですね、25は30、QS では下がり、本学も32から35、それから30から、ここはまあたまたま上がってますけど、52から54と、こんな風にしてですね、やっぱりどちらかというと低下傾向になります。まあ、これは当たり前といえば当たり前なんですが、アジアの大学はじめ世界の大学が大変な伸びをしています。その中で我々は今後どうしていくべきかということです。で、やっぱり弱さがありまして、国際仕様、例えば留学生数、外国人教員比率は残念ながら世界でも最も低い方だということです。それから、英語での論文発表を通じての例えば国際共同研究によって、より世界によく知られている研究を推進していただきたいということであります。で、それはまた引いては良い学生より、より優れた研究者に来ていただく。で、最後に、国際教育ですけど、まあ、先ほど北野先生からいろいろな改革が行われているということがありました。今日本の大学は大変にですね、多くの課題を与えられておりまして、その中の一つがどうやって学生を国際化するんやということです。現実にいろんなプログラムが文科省から次々と飛んできて、大変に毎年忙しいことをさせられているんですが、これはやはりそうだろうと思います。日本のグローバリゼーションがどんどん進んでですね、学生をやっぱりそれについていける体力、気力をつけさせなければということであります。で、そのために、まあ、国際高等教育院では今、先ほどお話ししたようにできるだけというか、まあ、これから5年をかけてですね、外国での授業を半分ぐらい全額共通科目ですね、提供されるというふうに聞いています。で、その中で私どもは国際機構としてどうやって日本人学生を海外に出すか、そしてあるいは外国人学生を受け入れていくかということを進めております。まあ、また今日は15分しかありませんので、
次の何らかの機会にお話しすることもあるかと思います。以上で私の説明を終わりたい。どうもありがとうございました。